ご視聴ありがとうございます。ラーメン変人でございます。美味しい油そばをお届けできればと思います。この日は安定の朝ラーメン、安定の朝ラー、天童市の中華そば春馬さんに来ました。前日といいますか、この日は道の駅、天童に、車中泊しました。さすがに3日間車中泊しますと腰が痛いですね。まあそれはどうでもいいんですけれども、夏の終わりが近づいてくると同時に、徐々に声も調子よくなってまいりました。何なんですかね。わかりません。はい、それでは天童市の、山形県天童市の中華そば春馬さんでございます。自家製麺であります。朝昼夜と営業されておりまして、朝ラーは7時から9時までのようでございます。はい、それでこちらはお昼のメニューとなっております。中華そば、豚そば、つけ麺、混ぜそば、そして油そば、ルーキー煮干し、ルーキー味噌です。朝ラーは、煮干し醤油、煮干しの塩、そして油そばとなっております。で、今回は朝から油そばでいきました。朝ラーの油そばであります。このネギもりもり、海苔がいいですね。煮干し粉、そしてバラロールチャーシュー、豚バラかちょっと肩ロースか分かりませんけど、そして切り歯24か22くらいの、極細までいきません、細麺の感じですね。細麺油そばいいですね。そしてメンマであります。で、わかめスープ、わかめ煮干しスープがついてまいります。まずは麺だけをすすり上げてみたいと思います。切り歯22か24の細麺で、麺のなびき方からして、低加水、そして茹で時間短めですね。やはり食感もそんな感じです。プツというよりももっと茹で時間すごく短めな印象で、これが油そばとの組み合わせという点、視点で面白いですね。低加水、茹で時間短めの印象、まあ個人的な感想ですよ、分かりませんよ。そんな感じで、こう油のまとい方が油そばで面白いですね。多加水の場合はもうギンギンにビタビタにこうまとう感じなんですけども、低加水の場合は徐々にこう吸着していくような感じなんでしょうかね。はい、全体を混ぜ混ぜしていきます。そしてまた面白いのが、結構味濃いめかと思ったんですけれども、醤油タレの感じはこう控えめな感じで、あくまで煮干しだしと油の感じを前面に出している油そば、の感じですね。まあ、油そばのもとにかく一番の醍醐味のところ、中心になるところは、コアになるところは、麺にこう油が絡みつくところ、タレが絡みつくところかと思います。絡みつき方がこう初めての感じです。もう早速ですね、卓上のこのすりおろしニンニク、これをもうめちゃめちゃ突っ込んでいただいていきたいと思います。いや、もうたまりませんね。低加水で、茹で時間短めの印象、細麺ながらボソッとした食感、これが面白いです。で、徐々にこう麺にこう吸着してくるような、食べ進めの中での吸着、油の吸着感、タレの吸着感の変化を楽しめますね。低加水がゆえに楽しめますね。いやー、油そば、混ぜそばの世界も本当に深いと思います。本当はというよりも、朝からこうじわっとこう深い煮干し醤油、煮干し塩も味わってよかったんですけれども、味わってもよかったんですけれども、いや、あえて油そば、そしてわかめスープがじわーっとしております。これもこう醤油タレの感じが控えめで、朝に食べやすい、こう飲みやすい感じです。では、そしてホワイトペッパーをガンガン突っ込んで、混ぜ合わせていきたいと思います。塩分控えめな感じが面白いですね。はい、スパイシー感が増してまいります。ブラックペッパーよりもこう粒立ちがこう、低いといいますか、小さい、さらにこう
軽い感じなんですけれども、ホワイトペッパーにニンニクの組み合わせめちゃめちゃ合いまくりまくりすぎで、お酢ですね。もうこれは鉄板ですよね。油そば混ぜそばに。はい、ちょっとニンニク、すりおろしニンニクに最近ハマってるんで、ちょっともっとガンガン突っ込んで入れて、味わっていきたいと思います。やはり思うのはデフォがこうデフォの作り方がすごいうまいですね。最初からしょっぱかったりすると塩角が強かったりすると混ぜ合わせを躊躇するんですけれども、卓上調味料の混ぜ合わせを躊躇するんですけれども、混ぜそばとは何か油そばとは何かを心得ているデフォルトのような感じでございます。で、ちょっとまだ申し上げてはおりませんでしたけれども、やはり煮干しを基軸にしておりますね。タレが、オイルもそんな感じです。とにかく煮干しを味合わせる、自家製麺で味合わせる、油そばいいですね。朝はじんわり行きたいところでもあるんですけれども、朝に油そばもいいですね。これが新たな発見でありました。中華そば春馬さん、朝7時から営業しております。鉄板中の鉄板の山形県天童市の朝ラーが味わえるお店です。朝ラーは煮干し醤油、煮干し塩、そして油そばでございます。で、大盛り無料でございます。さすがは自家製麺でありますね。いやー、めちゃめちゃ美味しかったな。これ本当に美味しかったです。朝からじんわりっていうよりも、こう朝からめちゃめちゃ満足っていうよりも、朝から美味しい麺料理を、朝から美味しい油そばをいただいたっていう感じでございます。はい、山形県天童市の中華そば春馬さんの朝ラー油そばでございました。この細麺の油そばっていう、低加水の感じの細麺の油そばっていう感じで、茹で時間も短めの固めの感じも面白かったです。本当に面白かったです。初めての感覚でしたね。はい、ご視聴いただき誠にありがとうございます。これで山形、新潟のプチラー旅は終わりとなります。これからも美味しいラーメン、麺料理、をですね、などを、マイペースでございますけれども、私なりにお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。Thank you.